はい、えー、即課塾の久保です。何度も寂しい事件が起きました。えー、菅総理がね、緊急事態宣言を今月の7日から発出するよという片っぽでですね、こんなことがあったんですよ。これタイトル見てください。菅首相が官房機密費のうち87億円を領収書なしで支出。総裁選出馬、うん、前日には9000万円を自分が自由に使える金に振り分け。いかがですか、うん この大盤振る舞い。87億円の領収書なし。そして9000億円は自分の懐にちゃっかりということですよね。この菅総理のなんともね、爽やかな顔とは裏腹にちょっと目がね、怪しく光ってますよね。さあちょっと記事を読んでみましょうか。昨日、1都3県を対象に緊急事態宣言発令の検討に入ると表明した菅総理。しかし、決断が遅かった。 その会見で、えー、休業の保障や増加している生活困窮者への支援策に言及することはなかったわけですよね。で、批判の声がこれに対して上がったことを意識してか、その後出演した、あこのプライムニュースではですね、まあ、これ BS 富士っていうのがちょっと嫌らしいんですけども、時短協力金の増額を検討したということを口にしたんですが、それ以外には何もなしということです。うん。生活に困窮してる人は日本全国なんですけどもね。 うん、緊急事態宣言をここまで渋ってきたのもそうなんですけどもこの首相とにかく国民に出すお金を最低限にしたいということしか考えてないと必要があればねお金を出すって言われたのは去年の11月だったと思いますけども必要ないよっていう国民はほとんどいないと思うんですよ必要なんで出してほしいですよねそしてこの非常時にこのドケチなあお金の使いぶりとてもじゃないけど我慢できないですよねただですね片方では大盤振る舞いも先ほどお話ししたようにしてるわけですよ 菅総理が第二次安倍政権下で官房長官を務めてきた7年8ヶ月の間支出された官房機密費は95億4200万円超だったがそのうち菅氏自身に支出したのは86億8000万円にも上ることを昨日新聞赤旗がスクープしたということでね、ひどいですね。86億円も何に使うんでしょうか 官房機密費は官房長官の裁量で機動的に使える予算、うん、情報提供者への謝礼に使うまあ、そういうのはあるでしょう必要でしょうただですねそのお金本当に自由に使えるんだったら、うん、必要な人に使ってほしいと思いますよね、うんまあ、このうちですねこの官房機密費のうち、えー、処刑費は領収書が必要となるんですが政策推進費は 官房長官が自ら水道管理を行うもので具体的な使途が特定されてない段階で国からあー会計からの支出が完了となるということですねこれ闇金と書いてますけども本当に闇資金ですよねこういった黒いお金が官邸にはまだまだあるわけですようん、うん、でこういったお金を使えとは言いませんけどもだったら予備費みたいな何に使ってもいいきれい潔白なお金ね でそういったところをまさに国民生活の救済に使うということであれば誰も文句は言わないわけですよ国民を使う方に国民のために使うことに国民が反論するとは思いませんけどもただね菅総理自分のために使うお金はそれは反論出ちゃうんじゃないですかねなんでこういうふうな人にねやっぱこう権力を渡してしまうのか我々国民の人の見る目のなさなんですかねえその他ね記事は続くわけですけどもここにもね 二階幹事長とか麻生財務大臣の顔が並んでますよ。なんかね、吐き気が出るような記事になってきてます。生活の苦しい方がね、まだまだいらっしゃる。今日を生きれるか明日を生きれるかというふうな、そういうふうな綱渡り状態の中で、さらに今回のコロナ禍っていうのは重みを増してくるわけですよ。さらに今回、緊急事態宣言でいろんな制約がかかってくる。しかもそれには罰則がつくというんですからね。 緊急事態宣言を守らなければ罰則はつくけどもじゃあ守ったかといって恩恵があるかって言ったらほとんどの人じゃないわけですようん怖いですねなんかその昭和20年代19年代うんなんか憲兵とかを思い出しちゃいますね皆さんはいかがお感じでしょうかちょっとねこれは気持ちの悪いものを感じざるを得ないんですけどね私はねうーんまあ困ったものですね官房機密費闇がまた闇を呼びます